ジョシュア・ホーミは、アメリカ合衆国のミュージシャン。ストナーロックバンドカイアス、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ、イーグルス・オブ・デスメタル、ゼム・クルック・ド・バルチャーズのメンバー。アメリカ合衆国カリフォルニア州で生まれ育ち、9歳で、ギターを始める。1988年、15歳の時に、学校の友人とバンドを結成し、ジョシュア・ホーミは、リードギターを担当する。 あとに、カイアスとして知られる、このバンドは、商業的には成功しなかったものの、ストーナーロックの確率に大きく寄与した。1995年にカイアスが解散した後は、新たに、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジを結成。ギターに加えて、ボーカルも担当している。2008年には、イギリスの人気バンドアークティック・モンキーズとフェスティバルで共演し、 アークティック・モンキーズのメンバーが衝撃を受けたとインタビューで語った。その縁もあり、2009年のアークティック・モンキーズのアルバムハムバグではプロデューサーを務めた。2009年には、フーファイターズのデイブ・グロール、レッド、チェッペリンのジョン・ポール・ジョーンズと共にゼム・クルックド、バルチャーズを結成。同年11月17日にファーストアルバムをリリースした。 エルビス・プレスリーを非常に尊敬している。2013年にはアークティック・モンキーズのアルバム AM で再びバッキングボーカルを務めた。2016年にはイギーポップのアルバムポスト・ポップ・リプレッションに参加。同アルバムのプロデュースも務めツアーにも参加した。2018年に発売されたロックスター社のゲームレッド・デッド・リデンプション2の サウンドトラックに参加。ゲーム内のエンディングで挿入されるカントリー調の楽曲、クルーエルワールドでボーカルを務めている。また同曲は、ウィリー・ネルソンがボーカルのバージョンもある。ありがとうございます。